運動するしかないでしょう。食べたら運動、Simply the best。 うちトレーニング道具あるんで、さ、上流さん行きましょう。いきなり家に呼ぼんな。上流さん、あ、お着替えできましたよ。あ、運動、一緒に運動しましょう。何言ってんですか、一緒にですよ。キー、自分でも初めて見た。ちゃんとストレッチ一緒にしましょうね。体をちゃんとほぐしてからじゃないと。キャノジョー、怪我しちゃうかもしれないですからね。はぁ、さ、しっかりやっていきます。これさ、私さこのスクワットさ、何十回刺されたかわかんないんだけど、本当にそんなペースで、私ならまだまだ早くできた。みんなさ、撮影してる人さ、これさ、笑いながらさ止めてくれないの。もういいですよっていうぐらいまで私スクワットしてたのに、あの後10回ぐらいやってるからね。さらにもっと思いっきりいけちゃいますよ。さあ、結構重いんですからね。これマジでマジで重いの、うん、3キロって書いてあるでしょ。ガチ3キロ、カット入れてんじゃんめっちゃ何回もやらされたからね。これやるんですからね、あとで。もう無理、限界する。さすが上流さん、まだまだ余裕って感じですね。これ本当に汗だく、汗かいちゃった。あ、上流さん、よかったらシャワー一緒に浴びません？キャー！ボス、We are Taiwan at ma, you must eat more.